MC ポコです。ドンです。メルズです。です。はい、ということでよろしくお願いします。はい。今回はですね、はい、我々が、はい、MV を出したキャンプセイあるじゃないですか、はいはい、もうすぐ5万再生ですか、にたくさんのコメントを寄せられまして、うん、あかんねん、どうなんだろう、ラップ界初の、コメント返し動画やりたいなと思います。あんまやんないでしょ、ラッパーの人がコメント返し、ラッパーの人やらないですよ、そういうことは。しっかり印刷してね、はい、やらせていただきたいなと思います。なんか、ね、もう我々はメルズはもうコビをね、そうです、へつらってコビと T シャツを売る、はい、そういったユニットになってます。はい、そうですもうね、じゃあちょっとできる限りね、はいはい、紹介していきたいなと思います、はい、FNY さん、はい、配信開始されてからずっと聞いてます。エモチルが溢れてる。エモチル、3人ともかっこよすぎる。夏の暑い夜、はい、ベランダでお酒飲みながら聞きたいということで、ほー、ありがとうございます。 FNY さん、ありがとうございます。ありがとうございます。エモチル、確かに。でもエモチルってこう2ついっぺんに言うの初めて聞いた、はい、2曲目エモチルって名前にしますよ。エモチルにする。はい、よっ、もうちょっとアップテンポの曲にしようかって言ってたけど、エモチルで聞いたらアップテンポ。うわ、裏切るね。いらない裏切りだね。人を不幸にする裏切りだね。どうした、どうぞ。どんの気候をやめてください。じゃあ続きまして、カレーチーズさん、はい、岡本さんはもちろんのこと、酒井さんの声も素敵すぎる。おー、ありがとうございます。ダサくない森本さんを見れる機会なんて一生ないと思ってたから本当嬉しい。どういうこと。いや、相当かっこよくしていただいてね、ありがとうございます。いや、意外と声が、うん、ラップ向きの声だって。だからあんま好きじゃないんですよ、自分じゃ。自分の声、はい、あら、なんか耳障りな声だなと思うんですよ。そんなこと全然ないですよ。で、でもなんかそれが癖なんですかね、うん、なんかそう言ってもらえてすごい嬉しいな、うん、なんかその前言ってたけど、そのリズム取るのがあんま上手くないって言ってたのが逆にいい方向にというか、その声と合ってる感じしますね。はい、耳を濡らすって言いますよね、すんね、なんかね、ちょっと聞いたことない。耳を、はい、こう、だからこう耳はじわってこう濡れるというか、はい、それはもう耳鼻科行きじゃないですか。耳がじわって濡れちゃうんだ。耳を濡らす声、はい、あ、そうです。そうなんですよ。そういう評判、はい、来てますか。来てないですよ。カラカラじゃないですか。調子がいいですよ。森本さんもダサくないってね。ごめんなさい、ラッパーのユーモアじゃないんですよ。調子いいですよっていうのは、もうみんな不安な顔してる。ザ・マミー、酒井のユーモアなんですよ。みんな不安な顔するからさ、ちょっとぐちゃっとなって、調子いいですよ。あれなんのやつなんですよ。にじみ出ちゃってる。ドンでした、すいません。ドンでやってください。いや、かっこいい。はい、続きまして、はい、ムーさん、はい、珍しく森本さんが褒められているコメント欄はここですか。ないですか。なんで大体バッシングされてんの、そもそも。いや、まあ確かにね、ちょっと仕上がる前まではちょっと不安ではあったんですけど、うんうん、その結局こういじられてしまうね、うん、じゃないかと思ってたんですけども、意外や意外、やっぱ皆さんの力添えでどうにかこうそのダサさとかかっこ悪さを削ろう削ろうっていうので出来上がった MV でございますから。結構僕デモ音源とか来た時に、森本さんの、はい、うわ、やば、うまーと思いました。ありがとう。やっぱそのツッコミだし、言葉もチョイスもいいし、はい、テンポもいいから、うん、あー、これはしまったと、うん、僕どうしようかなって悩んでたんですよ。うん、そんぐらいでしたよ。急に終わったね、打ち切られたね。いや、本当に本当にね、いや、いいなと思ってて、あ、それは嬉しい。一緒やれて嬉しいです、うん、僕も。確かになんか焦ってる感じ出してたもんね、LINE グループで。やばいやばいと思って、やばいですやばいですみたいな。一生懸命書き換えても文章とかも、もう2パターンぐらい作ってたよね、最初のやつと、はい、やっぱこれにしますっていうパターンで、はいはい、でみんな最初のやつが良かったんだけど、はい、あの裏話をとね、はい、でもこれでいきますって言ってきたもんだから、はい、でこれでいきますを考えるのにもすごい時間かけただろうから、はい、本当はみんな最初のやつがいいんだけど、まあ、彼が一番やりたいようにやらせようっていう風に決めたの、裏で。で、レコーディングの時に、ごめんなさい、やっぱ最初のに戻しますって言って、
ああ全然いいですよってみんな言ってたんだけど、はい、内心ガッツポーズしてたからそれそれようやく気づいたみんなホッとしたわけですよ。ホッとしたんだ。ごめんなさいね。はい、すいだから、うん、あの結局こうリリースするまでに、うん、めちゃくちゃこうネタもそうじゃないですか。わ、うん、かるわかる。芸人さんが考えるネタも多分同じだと思うんですけど、こう芸人さんがねラッパーとしてのラッパーなんでこうぐるぐる回るじゃないですか。これ面白いのか面白くないのか、わかるわかる。ゾーンに入っちゃって結局最初の一番良かったみたいなこともあるんですよね。あれでしょ、その出来上がってあの時が経つにつれ、あれこれって本当にいいもんなんだっけって、はい、飽きてくるし、飽きてきて、で新しいの作ったってことでしょ、はい、作っちゃうんですよね、うん、でそれも時間が経って、はい、まあそれで俯瞰で見れて、はい、フラットに見た結果最初を選んだっていう、そうです。そういうこともありましたね、はい、ありがとうございます、はい。続きましてミツバチさん、はい。今まで酒井さん可愛いとしか思ってなかったけど、さすがラッパー目指してただけあってとても上手くて、はい、表情も素敵でめっちゃイケボでわかっこいいです。誰？ミツバチ。ミツバチさん、告られた時の反応なんで、どうしよう、どうしようじゃないです、今は付き合えないわじゃないんですよ、ね、はい、マッチングとして使わないでもらえますか。マッチしようとしないで、絶対いけるじゃないですか。いけるとか言うなよまあラッパーだからいいのか、ラッパーだからドーンあ、効果音兼自己紹介ドーンドーン今のでね、三橋さん離れたと思います。待って時折境すぎるちょっと難しいな。続きまして、あの時の鶴は、聞く前は英語ゴリ押しラップとクソギャンブルラップかと思ったけど普通にかっこよくて草 , 笑っちゃったんだ。でもまあそうだよね。そうですね、そう思うよね。だから僕らもちょっとこうね、どうしてもちゃんとやる方が恥ずかしかったですよね最初。まあね、笑い抜きというか、でもちゃんとやらなきゃいけないその理由もわかるしね、本当は逆なんでしょうけどね、普通の人は、ふざけた方が、ふざける方がきついんでしょうけど、そうだね、多分、こういうので、確かに確かに、僕らおかしくなっちゃってるから、普通にやるっていうのは、うん、そのこっぱずかしさあるよね、はいはい、結果、それが面白くなる。でも、普通にちゃんとやるっていうおふざけっていう考え方、はいはいはい、ああ、でも伝わったらよかったわ、そうだね、草だもん、ね、もっとか草生えてる、草か、ああ、もっとでかい草生やしましょうよ、だあいいですね、ちょ、もっとかっこいいやつ、うん、もっといけるでしょ、今なら。いけるね。見せ方分かってきたから。やっぱこう、1年経ってますから、こう、我々、人間としてのね、そう。奥行きも出てると思いますので。はい、ね、はい、もう、体格もそうですけど、うん、はい、もう、あ、1年前とはもう、ね、厚みが違うんで、人としてのね。なるほどね。はい。どうですか？その、僕が言ったことと特に大差がない。割と、時間の関わりには。はい、次行ってください。次行きますか。すいません、はい、ラップ人、はい、おおい、あ、連絡する、はい、大舞台立ったらって、はい、だいぶ立ったな、ここめちゃくちゃパンチラインで痺れました。おー、ここいいですよね。あー、これフリースタイルティーチャーでレッスンして休憩の時、うん、シンペイトさんにも行ってもらいました。おー、いいね、ね、あ、そういいねっつって、あらいいんつって、大舞台立ったら大舞台で、その後日なんですけど、はい、その後テーマにしてた女の子、はい、これをね、そうなんですよ、その曲のテーマにしてたモデルさんというかいるんですよ、僕の、はい、学生時代好きだった子、はい、付き合ってた子最近ね、あれインスタグラムのストーリー見て、はい、まあ、あ、もうつながったよ、ね、もう逆に、6年越しとかに、はい、まあ、フォロワーの関係に戻ったというか、はい、もういいだろうと、はい、お互いもう雪解けでしょ、別れたけど、はい、で復縁じゃないですけど、その PV とかもストーリーに上げたりねして、こうなんとなくこう気づいてくれる、君のことだよみたいなやってたんですよ。かわいいな、どうやっぱり伝えたいから、うん、で先日ストーリー見たら、え、ハッピーウェディング、わお、間に合わなかった、あまり荒かったね、間に合わねえか、迎えに行けなかったか、ね、次行きましょうか、次行くんだ
この状態でまだ続ける大丈夫。いやでもそういう切なさも今あったりとか、うわそう、これ聞いてからまた、はい、キャンツェイ聞いたら、はい、より染みますね。いやそうなんですよね、幸せを願ってますけど今でこそ。うーんだから誕生日とかね、LINE も一応知ってるので、うん、スタバのね、LINE クーポン、はいはい、500円、うん、にしようかなと思ったけど500円じゃケチケチしてると思って700円のクーポンを送ったりして200円面白い、探り入れてたんですよ、はい、先日でストーリーみたいな、うん、ハッピーウェディングブリッジのように先日ストーリー見たらどんどん漫談がね、このチャンネルのみですからねそうか、そういうことがあったか、そうなんですよ、だからまあこの曲に しといてよかったなって、今そうだ、ね、今あの歌を今は書けないんで絶対。そっか、もうハッピーウェディングを知ってる状態じゃ知ってる人に未練タラタラの曲は書けないんで。そっか、意味合い変わってきちゃうのか、はい、そうなんですよ、なるほど、ね、応援してるようになっちゃって、その人の幸せちょっとまた変わってくるんでよかったので、やっぱこうリアルを映し出すといいなと思いましたね、曲を通してね。本当にその曲は瞬間をこう切り取って、うんうんうん、はい、保存してくれるものかもしれません ね、はい、続きまして、はい、レッドブル、レッドブル、はい、おい、酒井の顔で今までラッパーやってなかったことの方がおかしい。ほーすごっ、嬉しいね、嬉しいですね、もう見た目がラッパーじゃねえかっていうね。確かに、だからちょっとラッパーがメルズの影響ですかね、その、うん、ネタ帳として買った手帳にリリック書いちゃうんですよ、うん、わお準備万端じゃん。ネタはね全然降りてこなくなっちゃったんですけど、リリックはねガンガン降りてくる湯水のように湧き出るし、上からも下からも下からも大体どっちかだけどね、降ってくるし湧き出るし、すごいね、気持ち悪くなりそうだねそうだねでもほんとマインドがちょっとラッパーになってきちゃって、じゃあちょっともうそれ吐き出す場を早く受けなきゃいけないね。こうヘアスタイルも変えたんですよね、より横の髪を捨てたんですけど、うん、私はもうこれも僕が好きなラッパーさんが言ってる床屋さんに、あそうなんだ、お世話になってて今だからちょっとね、そう、うん、嬉しいですよ、ラッパーとして見てもらえたら、うん、ラッパーですか、今は僕ら。そうですよ、そう芸人じゃないから、うん、そうですね、うん、だ森本さんもちょっとそのだから その目が合ってるから、ラッパー今さらいや、かっこいいんですけど、うん、どんなラップするんだろう、なんか、うん、おねえ系ラッパー、おねえ系ラッパーじゃないじゃないわよ調子はいいですよ私はい2人とも絶好調。はい、本当です。はい、ラスト行こうか。はい、行きましょう。マイク・チェンバーズ。はい。いなたく武骨な MC と、スタイリッシュとぎこちなさが共存してて、はい、そこが味になってる MC ポコ。はい、交わらない世界線をつなぐの、つなぐ伸びやかな岡本恵美のボーカル。素敵な音楽です、はい。サブスクで聴きますね。うわありがとうございます。素晴らしい。いやー、素晴らしい。全員褒めてくれた。ねえ。最高のコメントでございますけども、ね、そうなんです、我々、メルズのファーストデジタルシングル、はい、Can't Say はですね、はい、ただいまサブスク、各種サブスクで、引き続き聴ける状態になっておりますので、この機会に改めてぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、じゃあ2曲目もね、はい、2曲目、3曲目と湯水のように湧いてきてます。だからそれ、いやー、何ですか、エミソンさん欲しいですね、やっぱり。いや、わかる、なあ、やっぱりサビ、うん、好きなんですよ、うん、分かる、サビって言っていいのかな、まあ、フック、フック、うん、フックめっちゃ好きなんですよね。いやでもいつまでもエミソンに頼るわけにはいかんよ。いや本当、これ3人でメルズにできないですか、なんかこう3人でメルズは向こうの事務所が黙っちゃうよさすがにメルズ主体で動いてくれないかな、メルズ主体いや、またぜひね、近いうち、うんうん、またフィーチャリングしていただきたいなと思いますけど、はい、一旦我々で独り立ち、はい、うん、エミソン離れしていかないといけない、はい、あそうで、我々二人で強くなった時にまた、うん、今度はエミソンをサポートするぐらいの意気込みでいきましょうよ、はい、なるほど、はい、でかくなって、でかくなって、でかく化けて、ここから、はい、迎えに行きましょうよ、エミソン、はい、だからもうそのリリックが、はい、とかあっちの方が良かったとか、もう言ってくださいね
いいものを作りたい。全部ね、もうお互いこう言って高めた気がする。相談して、そうしようか。もう、そっちは気使うのなし。なしで、もう、率直な意見を常に言う。それにしましょう、チームメルズは。はい。はい。どうしました？もう一つね、バース噛んでんすよ。もう？次の曲の。どうですか、先行公開みたいな感じで。いい？いいですか？いや、先行公開。僕の最初のね、ラップの入りね。はい。ちょっと始まってるか。先行公開っていうキーワードで始めたのかと思ったフリースタイルで。先行公開。いきますよ。いや、じゃん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 みたいな流れてて。なんかやった方がいいです。いや、先日ストーリー見たらハッピーウェディングになって。あんまないからな、曲が先日で始まる。エピソードトークだ。ただの。ウキウキエピソードトークしてるだけ。先日ストーリー見たら。楽しかった。楽しかった。こんな感じで楽しくやっていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、以上、メルズでした。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。